人間って素直になるっていうのが僕は大事だと思ってて、上達する上でね。で、プライドとかじゃなくてで、ね、まあそれはそれでまあ大事になってくる要素なんですけど、かっこほとんどコメントを聞いたことがないので笑い、かっこ閉じるのですが、あえて聞かせてください。個人的な感情もあるんでしょうね、きっとね。すいません。はい。営業さんベースで考えてしまう、思いっきり主観的なこともあると思うんです。ラケット自体は、あるんですよ。はい。まあこれは経験談もあり、まあそのね、ジュニアの思春期の子とかとこうね、話をしてた時に、まあそうやっていくと、スッと入ってくるって。僕の人生の、すごい最大の思い出は、もう20年ぐらい前、駆け出しのコーチの時。あの時の、もう、フットワークが難しくてね、このフットワークって言ったら感覚移行はできるんですけど、できない人はね、フットワークとスイングがバラバラになるんですよね。だからその時のための球出しなんですよ。球出しをこうひたすら打つと。もう本当に、もう、だから僕4人とかだったら2列にして10球とか平気でやりますね。まあ。テニスの質問にお答えいたします。はーい、加藤です。よろしくお願いします。自己肯定感あげるコーチです。というので今回はね、コメント返しのコメント返しから、どうした、ダメ出しするのにアドバイスなし、マルブーさん。はい、でこう初なんですよ。ですっげー嬉しいこれ。はいはい、アットマーク08017091さんですね。適当でごめんなさい。ラケットの謝罪と最高の年長者ですね。龍一さんに多分、こらこらこら、加藤、そこの二人で加藤コーチ、説明がひどすぎるっていう、はい、いただいてましたね。ありがとうございます。ということでですね、よろしければ、高評価ボタンとチャンネル登録お願いいたします。はい、これは、としたですね、今考えていることがあります。それは来年の誕生日です。還暦になり、おめでとうございます。その日はレッスン日になるので、まだ使ってない大阪 E ゾーン98で自分と自分のテニス人生に感謝しようかなと。いいと思いますね。感謝と賛美は私たちの務めですからね。はい、ちょっと偉そうになっちゃいましたけど、まあまあ E ゾーン98いいんじゃないですかね。僕 E ゾーン結構好きなんですよ。昔の E ゾーンそんな好きじゃなかったんですけど、まあみんなやっぱりちょっとこう、まあこれね、バボラ好きじゃない人に言うのはちょっとあれなんですけど、アエロにみんな寄せてってますよね。そこからこう、さらにこう、バージョンアップされてるっていうので、E ゾーンは非常にいいと思う。E ゾーンね、どちらだったら縦にナチュラル貼って、そうですね、横にポリツアースピンとか、ポリツアープロ貼ってみてもいいんじゃないかなって、個人的には思います。せっかく誕生日なんでね、ちょっと贅沢に行きましょう。あれだったとしても貼りますよ、僕。はい。ガットだけ持ってきて、ガット貼り台だけいただければ。はい。どんな商売してんだってね。ああ、でもいいですね。なんか、その60になる、還暦になるって、おめでとうございますというか、8月か7月でしたっけ。はい。言ってください。僕、おめでとうございますって、ちゃんと、コメント差し上げます。まあ、だからね、そういう、なんか、いいですよね。なんか、そういう記念日的な、誕生日だから自分にプレゼントとかね、結構いらっしゃいますよ。そういう方を。うん。ラケットね、結構選んでいくと大事だと思うし、ガットの張り替えとグリップの巻き替え、ね、ラケットの適度な買い替えっていうのは大事になってくると思うんでね、ラケットも下手ってくるんで、トシさんともに精進していきましょう。はい、丸本さん、ストロークのグリップはいくらコーチでも変えるのであれば、覚悟を持ってアドバイスをしないとダメだと思います。おっしゃる通りでございます。ブーさん絶対コーチでしょうって言いたくなるぐらいですよ、ほんと。打点タイミング、なんならフットワークも変える必要があるからです。私もグリップを激圧から普通のウエスタンに変えたときは、ボールとの距離感がつかめず、苦労しました。あとバックを打つときの握り替えは今でもうまくいかないときがあります。というので。まあだから、そうなんですね。だから、でもね、結構変えたがらない人は変えたがらないし、変えたがる人は知らない間に変わってるっていうのが、まあ実際のところですかね。ただ、コーチとして何も言わないのは良くないので、まあこういうグリップだこっちいう感じにした方がいいと思いますよっていうのは、伝えます。一時本当にサーブのグリップが厚い方がいらっしゃって、まあその時はまあプライベートでレッスンを差し上げたことがあったんですけど、問題はグリップ握ったところにこうやって、マーカーで線引いて、ここに合わせるようにしてくださいってやってましたね。まあ、その方、まあ、結構上手な方だったんですけど、ちゃんと握りができるようになられていらっしゃいましたね。だから、ただやっぱその、安直に変えろっていうのは良くないかもしれないですね。例えば、コーチって試合になると、全然こう、相手に叩かれて、チャンスボールになって、で、出て、で、なんかなと思って、グリップがめっちゃ熱い。スピンは打ってるけども、浅く入っちゃうと、ちょうど心地いい、
ちょっとスピンがかかってる球出しみたいなのがバチンってね、ある程度レベルまで叩かれる。そしたらやっぱりこう握りにした方がいいんじゃないって、まずボールを厚く潰せるっていうところが、大事になってきますからね。まあそういったのをこう、踏まえながら。バックのグリップは僕も今ね、バックハンド練習中なんですけどね、ショートムービーとかで上げてね、相方 B が打ってんのを盗撮して一緒にこうね、ずーっと見てるんですけど、やっぱうまいですよね。当たる瞬間とか違うんですよね。パンってね。ナイスショットと入れてくれると嬉しいんですけど、全然音が違うなって、それは練習してきたね、差が全然違いますから、もう苦労もね、命を懸けてきた差も違うと思うのでね、そこは致した方ないと思いながらさ。バックのグリップチェンジどうですかね。だから僕左利きだからこう右手で、利き手と逆でこうやってチェンジして、そうすると肩が入りやすい。だから、例えば、僕左利きですね。で、これ左でチェンジするから、これ右か、右利きだとして、こっちでチェンジすると肩が入りやすいです。こっちでチェンジすると、こっち使っちゃうから、こうなっちゃう。人の体の構造上ね、これ合気道学的視点からなんですけど、そういった意味では、そうですね。利き手で肩を入れながら、だから右のバックだと左手、左手で、左手をこう、利き手じゃない方を使いながら、肩を入れてきて、スパンか。頑張ってくださいとしか言いようがないんですけども、そうですね。またフットワークもそれ、ね、フットワークのが難しくてね、このフットワークって言ったら感覚いい子はできるんですけど、できない人はね、フットワークとスイングがバラバラになるんですよね。だからその時のための球出しなんですよ。球出しをこうひたすら打つと。もう本当に、もう、だから僕4人とかだったら2列にして10球とか平気でやりますね。3か5、4か5あったりするんで、もうそれをまずたくさん打って、で、もちろん、この、球は唯一無二の一球なりね、だからこそ心身込めて打つべしては、ちょっと細かいところはね、もう上げ足取らないからです。福田正之助さんのことはあるじゃないですか。でもまあそれも大事なんですけど、あとは人間って素直になるっていうのが僕は大事だと思ってて、上達する上でね。で、プライドとかじゃなくてで、ね、まあ、それはそれでまあ大事になってくる要素なんですけど、例えば、こう、100球打ちますってね、極端に。もう10球超えたらもう疲れてくるんですか。ああ、めんどくせえな、とか。でも、めんどくさいっていう自分を受け入れることで、そのめんどくさいって思った状況で、こう、ボールをこう、打つことができるんですよ。そうしていくと、自分のいろんなメンタルの幅での球出しでボールを打つことができるので、だから、これはよく僕はお話し差し上げると思います。サーブの練習ってみんな思いっきり頑張るじゃないですか。でも、頑張りすぎちゃうと、なかなか、まあ、10人いたら1人いるかいないかでずっと集中して打てると思うんです。途中で飽きたり疲れたりお話ししたりね。まあ、それはそれで僕は悪くないと思うんですけど、だから、結構一生懸命になりすぎてて、まあ、その、もうちょっと頑張ったら、もっと練習していろんな感覚つけられるんだなって子には、やっぱりこう、誰にでも言えないですけど、適当に打ってみなっつって、別に一生懸命打ちすぎなくていいよっていうのは、適当に打った方が、実はリラックスできていいボールが飛ぶこともあるんですよ。そうすると新しい発見ができるじゃないですか。だから常に、ああ、もう今日本当にもうなんか、ちょっとだるいしな、いまいちだなと思いながら、いまいちな自分を認めて打っていくと、意外とそこから上がってきたりするんですよ。はい、まあこれは経験談もあり、まあそのね、ジュニアの思春期の子とかとこうね、話をしてた時に、まあそうやっていくと、スッと入ってくるって。僕の人生のすごい最大の思い出は、もう20年ぐらい前、駆け出しのコーチの時、あの時の、もう、必死ですよね。テニスコーチとして、お客さんにも認められてないし、ね、その時にすごいこう、まあ年頃の女の子がいて、で、まあその子が、まあ要はもういつもこうタラッ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 テレッテレッテレッテレしてたんですよ。でもまあ別に僕はそんな過剰に叱ることなくというか、年頃の子とか、小学生3年生超えてからって、女の子って、大人の目線からとか、なんかの権力的なんで、こう叱ったとしても、全然通じないです。通じないし、頭いいんですよ。やっぱ大人の浅いとこ見抜いてるんですよ。だから僕は普通に年内で、まあ、ちょっとだけ頑張ろうね、とか、まあちょっと普段の世間話してたんですよ。で、もちろん、まあその子高校生になって、で、大学生になったのかな。まあそこら辺ぐらいの間ぐらいだったんですけど。まあでも、
ね、受験になると大体みんな、受験がって言ってやめてっちゃったりする子も多いんですよ。まあ本人の意思で受験でね、やめていく分にはいいんですけど、受験がこう親の意思だったりとか、まああとはそのやらされてる感ある子って、まあそれで学校の成績良かったらそのままポンっていくんで、そうでもなかった場合は結構受験失敗するケースを見てきてたり、あ、この子、僕はオールに近い成績の中で、はい、もう死ぬほど勉強をさせられた軍隊みたいなところで、なのでだからそういう意味ではこのグレーゾーンでどこまでいくかなっていうこの見分け方は多分長けてる自分はさておきのところですけど、まあそういった意味では、あれ何の話だっけ、あれ、あ、すいません、頭ぶっ飛んじゃった、一生懸命話したっていうね、こともあるから、自分を受け入れるね、だから自分のその意識の中で上がってくるようにするっていうのが大事になってくると思います。いや、頭ぶっ飛びましたね、すいません、ありがとうございます。最後ですね、ありがとうございます、もうこれは超嬉しい、0801709131、チャンネルはもう結構長く見させてもらってるのですか、ありがとうございます。まさかあんなコメントが読まれるなんて思わず投稿してしまいました、笑い、 SNS では第括弧第括弧閉じると称させてもらって、第3よろしくお願いします。これ多分加藤コーチはプリンスのラケットの評価が厳しいと察する、括弧ほとんどコメントを聞いたことがないので笑い括弧閉じるのですが、あえて聞かせてください個人的な感情もあるんでしょうね、きっとね。すいません。はい。営業さんベースで考えてしまう、思いっきり主観的なこともあると思うんですが、ラケット自体は、まあいいと思いますよ。あ、ごめんなさい。話残しおっちゃう、私はプリンス X100 の2023モデルを使っているんですが、加藤コーチのコメントはいかがでしょうか。私はバックは片手ですが、ほとんどスライスです。また、次は最近情報解禁されたプリンス X チューンツアーかなが来年発売されたら、購入検討、しようかと興味持っています。もちろん仕出してからの話ですが、こちらのコメントがあれば教えてくださいませ。ちなみに私がテニスを始めた頃はヤマハのラケットありましたね。ヤマハのラケット先輩使ってましたね。こうやってワイパースイングみたいなのを払った時に、はい、その先輩には、はい、勝てるどころかほとんどゲームを取れなかったですけど、ラケットで始めたらすぐに撤退してしまい、イゴプリンスしか使ったことない歴だけ長いユーザーですっていうので、結論から言うと僕プリンスの X は好きです。はい。コンセプトがしっかりしてる。で、ほら、バックはほとんどスライスですとおっしゃってる。あれ、スライスすげえ打ちやすいんですよ。パチンって。で、ボールも厚く当たるし、当てやすいし。で、まあ、で、フォアはスピンかけやすいしっていうので、いいと思います。で、X ツアーだった場合は、ちょっとこう、あれ、フェースが小さくなって、ちょっと重くなるんでね、ツアーモデルって大体。だから、今の X100 である程度、ツアーって97だったっけな。いいと思うのであれば、使われた方が、だから今打ってて、ちょっとこう、ある程度、ボールはしっかり打てるんだけども、ちょっとクリティカルヒットが欲しいかなってなった時は、ツアーモデルの方が、やっぱり、しっかりとボールをこう、潰すことができるようになると思うんで、まあ実際打ってみて、どっちが自分に合ってるのかなっていうのを考えながらやっていかれると、うん、個人的にはいいのではないかなと思います。はい。というか、すごい本当にありがとうございます。長い間、そんな見ていただいててっていう、はい。しかもね、あまりそのプリンスのレビューは見てないのですがっていうところも、とても共感持てます。飾らずに、はい。ふわっと柔らかく言っていただけるっていうのは、まあ嬉しいですね。でも最近ね、実際に自分のお客さんってかね、まあ、でも、なんかこの間もね、ありがとうございます。欲しいって、いや、たまに見てますよ、つって。まあ僕、レアキャラなのでね、出現する場所によっては。で、なんか、美容師さんとか髪型の話してませんでしたとか、ね、なんかいつも聞くたびに、なんかテニスじゃない話してるんですけどみたいなこと言われて、あー確かにそれはあるかもしれないかなと思いながら、でも割とコメントに返してるだけなので、テニスのことの方がね、皆さんがテニス一生懸命方多いんですけど、まあたまたま見るとそういうのがあって、でも意外とそれが面白いって言ってもらえてね、まああるお客さんにはよく喋れますねって言われたんですけど、まあ結構それなりに、とかいうことがなくなりました。これはもう皆さんのおかげでございます。はい。まあなんか、ざっくばらんに砕けた会話でも何でも言ってきてください。もう本当に、いつ見てもこうコメントがね、だんだんこう、常にこうループしていろんなコメントいただいてるんで、本当感謝ですよね。もうふわっと僕は、ネタ困るなと思った時に、
必ずね送ってくださるんですよ。本当にありがとうございます。まあちょっといろいろとですね、まあ考えながらちょっと面白おかしく真剣にできていければと思いますしね、直接的なこのモチベーションにならなくても間接的なねモチベーションになっていけばいいかなと思いつつ、等身大でやらせていただいております。いつもご視聴いただきありがとうございます。引き続きよろしくお願い申し上げます。青森好きなんですよ、最近ハマってます。経験豊富な男性女性スタッフが揃っているのはとてもおすすめポイントです。ではお待ちしております。アロマンチュー。